池田大輔、モハメド・ヨネグミ対グランナには石川祐希、川原君、日高郁人なんですけど、まず先発が石川祐希とグランナにはですよ。これは異色ですね。異色だね。はい、俺もなにわがバトラーズ出るの知らなかったから今見てびっくりしてますよ。最初グランドやってますよ、ね、皆さんが。はい、お、切り返してる、切り返してる。おー、サイドヘッドロックに取るグランナには、おー、返して返して返して。よ、グランド上手いですね、なにわさん。まだ逃げてますよ。はい、膝立てて足を持って、アキレス腱、いや、乗りますね、なにわさん。ねえ、でも俺はなにわが、あっ、おーっと、これヘッドバット生落としました、ね、うわー、2発目、ね、ポツンと落としたよ。スワープに振って、おー、コブラツイスト、これはやばい、石川選手だ。手で呼んでるグランドには今、なにわから仕掛けたんだけどね。そうですね、はい、そうはさせるか。ああ、でも投げちゃったよ。押し投げ、まだ序盤ですからね。ちょっともう謝って、もう謝りモードに入ってますよ、なにわ選手。アブリが一発、そしてバックドロップ、投げ捨てた。もう一発引くか、おい、もう早くも、マンジー早くも、ここでフィニッシュ、まず一人目を蹴散らすか、早くも。今イルミネーションマッチなんで、ああ、チームがですね、はい、全部南側のところでそっちのチーム勝ちなんですが、なるほど。まず何屋を仕留めるか、しかし入ってきた池田、ああ、はい、重いキック。イルミネーションだからあれだね、序盤から飛ばすね、みんなね。飛ばします、はい、バックドロップが出てる。どうでした今、何屋さんのグラウンド見て、社長。そうだね、いや、グラウンドよりもね、はい、このリングに上がってることが不思議でね、うん、そっちの方がびっくりしてますけど。いや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 、俺の知らないうちに上がってたから、ね、いや、それがもう本当にこのびっくり作戦ですよ、ね、カニ歩きからのエルボー、あ、カウント、頭引っ張り引っ張られちゃったね。カット返してますよしかしですね、まあ、このなぜグランナニアを抜擢したかというとですね、はい、まあ、ちょっとうちの田中稔とですね、はい、宇佐克美がちょっと怪我で招集しましたんですよ。なるほど、はい、誰がいいかねって池田選手と話してる時にですね、うんうんうん、石川さんってそういやエビとかに嫌いですよねっていう話を聞いて、うん、で何屋さんにしましょうっていうですね、心理作戦なんですよ。なるほど、はい、嘘から出た誠ですよ。おお、張り手、いやー、この張り手もすごいけど、あ、でもね、ヨネのキックの連打もいいですよ。いいですね、そっちは。多分今日のキーポイントはですね、何屋、うん、さんと日高だと思うんですよね。なるほど、この抜擢を受けて入っている2人が、うん、イルミネーションマッチというルールをどう利用していくかですよね。なるほどね、うん、まあ日高選手もね、はい、あの飛び技結構やりますからね。そうですね、そういうの出れば面白いんじゃないかな。僕もそう思いますね、うん、はい、そしてイルミネーションとかやられたことありますか。ありますよ、うん、なかなか難しいですよね、うん、これはね、いろいろ作戦考えるのは難しいんですよ。はい、とりあえず、まあ、強いやつから出していくっていう。そうですね、うん、なかなか思うようにいかないんですよ。でもそうですね、残ってほしくないやつが残ったりしてね。そう、ドラゴンスクリュー、これは強烈だ。でも足長いですからね、足は標的されますよ。早いな、なにわで、なにわが行ってる次に大輔来てね。なるほど、あれですか、石川選手のカニ、エビアレルギーですか、はい、これはあのジンマシンがなんか出るんですか、例えば食べると。結構嫌いなんですよね、はい、いますね、たまにそういう人ね。いますよね、うん、社長なんか嫌いなもんあるんですか。いや、私はもう何でも、もう何でも、タコスとか、いや、何でも、あ、なるほど、猿の脳みそまで食べます。いやいやいや、それはヨーグルト味するからね、あんまりダメですけど、まず日高を落としていくか、池田、まずブレイク、まあ、ここら辺でこのイルミネーションマッチのね、うん、醍醐味とすれば日高あたりがこう池田をパーンとね、そうですよ、落としていくとかってなるといいんですけどね。今回のルールはオーバーザトップロープありですか。そうです、そうです。あ、なるほどなるほど、ギブアップとノックアウトとオーバーザトップロープですね。じゃあね、これ軽量の選手だってチャンスありますからね。あります、あります、はい、ですからもうそこら辺で日高がどう自分の
体を生かしていくかでしょうね、うんうん、いや多分日高選手考えてると思いますよ、いろいろ、はい、うん、それがうまく決まればいいんだけどね。そうですね、うん、このタッグマッチずっと見ててですね、はい、何屋さんがここにでも全然遜色ないんですよね、うんうん、どうでしょうね、結構なんか色物に見られがちですけど、うん、でも何屋さんはやっぱり才能ありますよ。そうですか、はい、やっぱりこう なんていうんですね、サスキーズムが入ってますね。いやー、デルフィンイズムでしょ。休んでるうちになんかこう任せても大丈夫でしょ、みんな若手が育ってるし。まあね、本当今はデルフィンに任せてますんでね、全部ね。もうアラン・リードぐらいね、血出すぐらいで、いやいや、あとはもう任せるって感じですか。本当そうですよ、任せっきりですから今で、任せてるとまた新たな発見ができるんじゃないですか、社長。そうですね、興行をまたこう新聞とかで見ると、はい、はい、でもどうですか、毎日の入り具合とか気になります、休んでても。気になりますね。そうやっぱり篠ちゃんあたりが連絡するんですか。そうですね、はい、社長は辛いですよね。そうですね、まあでもデルフィンがね、はい、うまく引っ張ってますからね、なんかデルフィンさんもやれば今度また社長の辛さが分かってくると思うし。いや、彼らは分からないでしょ。いやいやいや、相乗効果生まれると思いますよ、ね、さっきだった目してません、石川祐希、ローキック2発3発ローキックがまた重い。このですね、また6人にちょっと、まあ、不安材料というかですね、はい、実はリングがですね、はい、J さんのリングなんですよ。なるほど、ちょっとちっちゃいんですよね。そこらも心なしが低く見えますね、はい、そこら辺がどう、ちょっと背の高い池田とかですね、あ米あたりが。でもこれは逆にね、トップロープの位置がやや低いこともあって、はい、オーバーズトップロープ狙えますよ。狙えるでしょう、それも結構利点になるかなと思ってるんですよ、逆に日高選手とかね、はい、チャンスですよ、これは。いいですね。さあ2人が絡みました、5月27日コーラゲンホールでついに3年半ぶりの一騎打ちですよ、社長。まあ、聖地でですけど ね地方では一騎打ち何度かやってるんですけど、はい、はい、まあ、社長のお友達である東芝の久米さんですか、はい、久米さんのところでこのビデオを出すんですけ ど、 なるほど、ベスト10を今ファンから選んだんですよ、それにですね、石川池田っていうのはですね、金沢と、あの札幌でしか、あ、大阪でしかやったことないんですけど、それがどっちも入ってるんですよ。なるほど、ですからやっぱりそういう見たいっていう欲求大きいですよね。大阪でのね、はい、あの2人の一戦は未だに伝説ですからね。30分時間切れの、最初ご覧になりました。いやー、私はねまだ見てないんですよ。だからね、次の一騎打ちはぜひね、私はもう最前列で見てみたいな。そう、5月27ぜひ来てください、社長。27ですか、はい、でその時にあれも送りますから、ビデオも、はい、B マニアって言うんですけどね。お、これ危ないですよ、1危ないです、危ないですよ。落ちたら危ない、ファンに待ちに待った2人の一騎打ちですからね。さらにミスターデンジャーの参戦の社長、はい、何でもありですよ。いや、楽しみな大会ですね、はい、でグレートサスケ最前列となるとみんな大喜びですね。いや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 、はい、と後ろ回し切り強烈の左の、はい、実際後ろ回し切りで今ダウンしてますけどね。そうですね、はい、突き刺さるような、うわ、すごい今上がりましたね。しかし立ってくる石川。池田選手はこのローがいいですね。ローとハイのコンビネーションがいいですよ ね、またローが重いんですよ。重いからね、これで結構みんな人体いってますからね。殴っていく、もうグーですよ、この辺になると。エルボースマッシュ、右のハイ、2人とも引かないもん、これ。おー、うわー、耐える耐える。おエルボー入れていく、しかし足りない。おー、引かない、2人とも引かない、引かない、ナイス、1だよ、これ。あー、ヒットアット。おー、おっ、ゴツンって今マイク拾いましたよ。ダルちゃんパパー、落ちない、落ちない、落とすか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 、あら、もったいないなー、あー、もったいない、もったいない、あれが止めに行く、落ちたら、まずいやー、あー、落ちたー、まずい、石川がやられましたよ、もったいないよ。お、ここで池田行くか、池田行くか、池田行くか、おー、金星取れるか、あー、何やが早い、何やが早かったですね、今 ねー、いや、でも日高選手のドロフィックね、綺麗なドロフィックしますよ、はい、今行ったと思いましたね。しかしちょっとキリと大ちゃんボンバーで飛ばされましたね、石川 ね、いや、
川選手もったいない。まさかここで石川が最初に落ちるとは誰も予言しなかったでしょうね、さあ何はと日高の試合になってきました。まあこの2人同じ目的を持つ JIB ってなってますね。 JIB ですね、まさにこの2人が。これは急所まずいでしょ。これ JIB の意味知ってるんですか。J ヤングブラッド。そうです、そうです、ね、いいんだよね。あ、社長してて嬉しかったですよ、ね、新しいジュニアのムーブメントなんですけど。そうですよ、うん、でもね、JYB の連中の試合面白いですよ。そうですね、私もこの間解説しましたけどね。はい、うん、まあ追いつけ追い越せサスケデルフィンじゃないですけどね。だからサスケデルフィンもね、うがうがしてられないですよ、これは。あ、それは狙う、おまい、おっとボディスラムおかしい、あ、エスケープ。これ逆に今ね、日高選手ね、自分の体を生かしたね、はい、うん、技でしたよ。ただカールと日高が残ったっていうのはちょっと不安材料ですね。なぜなら日高英語が上手くないですからね。なるほど、社長は英語上手いですからね。いやいやいや、コントロールできますけど。いやなるほどね、コンビネーションプレーに不安があると、はい、コミュニケーション取れないからね。そうですね、そういうのやっぱあるんじゃないですかね。どうでしょうね、でもね、目と目で大体通じ合いますからね。そうですね、カール今日も張り切ってますよ。動き早いでしょう、カール。いいですね、この日からまたレガースを突き出したんですよ。ほう、はい、そうですね、そういえばね、先ほどの試合ではね、つけなかった、はい、これは日によって違ったりするんですか、カール選手が。そうですね、今シリーズからですね、5月からちょっとレガースつけてみようということで。ああ、なるほど、はい、気分も新たに。そうですね、新しいものをなんか取り入れよう。さあ、夢が蹴っていく、まあ、そうボディパンチ、まず投げる、そしてなにわが出てきた、元気者グランなにわ。なにわとカール・グレコの絡みはすごい異様ですね。しかし、うん、タッチいきましたね。さあ JIB 対決、日高がロープに打って、おー、かわされる。いいジャンプしたんだけどな今な、はい、あー、コーナーに打っつけて、おー、これで落ちるのは OK なんです。これはトップだけなんで、ロープの間からなんでね。 それは大丈夫なんですよ、OK ですね、はい、上を越えなければね、はい、うん、いや、ルールをやっぱりよく読んでますね。一番ルール知ってるのが危ないですね。いやいや、あ、いや、何は今ラリアットを狙ったんだけどね、かわされましたね、うん、不用意だ、同じ技やられてますよ、日高に。あ、日高も黙ってないですよ。スワンシクタニー、これもね、あの外から中に入るのはいいんだね。はい、ジャマスブラックスからこれはもう一発いくか、デルフィンスペシャルのような、デルフィンスペシャルのような、おー、膝ジェルフィン、ほー、すごい、いいですね、研究してますよ、日高選手は。よくキャッチョキャプチャーって感じですね。ねえ、はい、キャッチョキャプチャーが出て何をいくか、まずボディスラム一戦、お、2段目からのムザンゴ、これは膝が待った、なにわ今ね、日高選手一瞬躊躇したからね。そうですね、はい、うん、そしてドクターボム、ワン、ツー、おー、ボールもある、なにわがちょっと元気になってきたか、もう一発つくか、あ、ちょっと崩れた崩れた崩れた、強引に持ってた、ね、うん、ここから崩れたからホール取れないよ。いやー、ちょっと足の押さえが甘かったですね、うん、今ね、社長はなにわ選手のやっぱここを見てくれってありますか、やっぱりこうバトラーズファンに。やっぱり今のドクターボームはね、あー、でも返されちゃったこれ、やっぱり3発目になると ね難しいですね。日高選手ね、裏カンラーナはうまいですよ、うまい、そのうちグレートサスペありますかね、日高行くと、はい、いいね、 IWGP ジュニアヘビー級選手権だ ね、あー、うまい、あああああ、今ロープが揺れちゃったから、ね、さあ、何やに何を行くか、日高一人急所、もう一発に2発目も返される、ドロキック膝、いや、これでちょっと日高大金星ですね。ねえ、何屋さんから取るなんて。まだ日高選手もね、ただのドロップキックじゃない、入り方に工夫があったからね、顔のテコですよ ね頭やったら落ちるっていう感じだったね。気をついたよ。いやー、これで画前2対2になりました。
カール・ブレイコ選手キック対応しましたね今ね。そうです、はい、あのですね、池田がまたカールみたいなタイプが苦手なんですよ。はあ、なるほど。もっと変えたデラックスの船木とかですね、うんうん、ちょっと技巧派っぽいのがですね、はあ、池田ダメなんですよ。はあ、打ったら響くようなってないんですけど、うんうん、打ってなんかこうふにゃふにゃふにゃってなると、うんうんうん、神経そがれるらしいんですよね。膝蹴りでダーン。ちょっと今日のカールは戦闘モードですね。そうですよ、すごい積極的に打撃やってますよ。なんといくか、まず日田がつなげる。そしてビクトル投げから膝十字。さあ狙いは池田を取るか。ここでまた池田取ったらまた大金星パート2です ね。カール選手ね、さっき池田選手のこと投げちゃえばよかったんだよね、一回ね。そうですね、うん、今の段階で日高が胸を押さえて、カールが池田から1本取ったらまた痛快でしょうね。ね、チームリーダーが消えてる分だけこの2人頑張らないと。トラスク行くか、そのダイブ行くか。おお見てる、よしよしよし、ピンポイントですね。トップ狙いましたね、膝を倒しての、ゆっくり入っていく膝十字。ヨネが速いですね、ヨネね。ヨネいいね。やっぱりヨネと池田選手はやっぱり組んだ方がいいね、これね。そうです ね。まあこの間の2連戦で愛を注入したんで、はい、お、これは立ち上がるか。強引に立ったよ、倒れてない倒れてない倒れてない。おお左キック。大丈夫でしょう、大丈夫でしょう、まだね、ギリギリ日高選手カードしたからね、ギリギリね、大丈夫でしょう。だんだん体格差出てきますからね、試合を重ねると。でもね、根性で日高選手には頑張ってほしいね。はい、右のパンチ。もう日高誰の弟子なのってソラールって答えてましたから、ね、おー、はい、前回道六さんにいた時ソラールずっと教わったらしくてですね。この日もソラールチャッシュ来てましたから、はい、サスケとも石川とも言わなかったですよ。嫌なやつですね。いやいやいや、はい、面白いですね。さあ日高いくか、ソラール魂見せるか。あー踏ん張る。踏ん張ってる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 。よーしょねー、池田が背中見せるなんて珍しいですもんね。ねえ、ほんとですよ。持っていけ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 。さあこっからもう一発欲しい日高。あー場所が悪い、ロープが近い、ロープが近かった、ちょっともう見えてなかったですね、相手がね。欲しいね。でもちょっと池田がモール落としてきたか。池田がの小手キックを出た。さあ日田が狙うか、トップロープから、ね、よし、あーとトペアトミコ失敗。なんだいちゃんもか、頭から落ちてしまった。ダメでしょうね、これはね。今ね、お互い裏を読んでたんだけどね、最後はやっぱ大ちゃんボンバーだった。一発ですよ、あれはしょうがない、これは KO だ。いや頭から入ってきましたね。さあ石川組残ったのはカール・グレゴただ一人。さあカールはどう戦うのか。まずとりあえずヨネを仕留めて池田殿に持っていきたいですよ。お下からのスキルマイク。ヨネも冷静にでも対処してますよ ね。まあ自分はね、ウシンバ負けてもまだ、うん、まあ重いですね今の ね。決まるか、エスケープ。まあ重かったね、逆エビをね、スッと返して、ね、やばいね。まあヨネもね、はい、まだ池田選手が残ってるからね、うん、そういう安心感もあるんですけど、ここで負けた。うわーっと今の膝が顔面右のハイダウン。これはいけるよ、これは。逆に池田がいる分ガンガンいってますよね。てるね、もし自分だけ負けてまで池田さんにつなげればっていう、うん、まあ、吉島場外真珠でもね、二人でいいですからね。そうしてもヨネも金星になりますからね。このバックドロップ引っこ抜き、いいですね。あれ、そしてこれは返される。しかしロープギアだ。
あ、池田入るの早いですね。いや、言うの惜しかったね、今。ジャーマンじゃなくてバックドロップ行った方がいいかな。さあ、1人20分ロンバトリになってきた。ここで2プラトン出されちゃったらたまんないよ。そうですね、本当に2対1だからね。池田には大ちゃんボンバーもあるし、ヨネには、あ、ヨネ出るか。ヨネがまずコブラツイストで絞る。徳江の妹、あーあー、顔面キックからのえぐいな。モハブム、モハブム見せましたよ、社長。さあどうするか、カール立てるか、ノックアウト巻きか、石川チーム負けるか。来てろ、鉄なローが、左ハイ、反発から左ハイ。いや、もう本当一人ですからね。カールグレコちょっとかわいそうだな。どうにもならないでしょう。さあここで池田を仕留めるか。ちょっとこれ反撃の意図が見つかんないよこれ。どうすんだろう。よし、でババイズム来た。池田スペシャルボリューム1。アイズムだ。足首に持っていく。これが王道だ。あ、王道ですね、社長ね。ちょっとやっぱりリングがちっちゃいのでエスケープ近くなっちゃいますね。なるほど。仕留めるか。真ん中に投げ捨てて、さあ米が最後とどめを刺すか。モンゴリアンチョップ、今回は決まった。決まりましたね、スープラトン。さあコーナーに振ってジャンピングに大ちゃんボンバー。あー、強引な大ちゃんボンバー。ダブルアームスープレックス。ちょっとカールが回されてます。これまずいでしょう。リング下で見てる石川も歯がいそうですよね。止めちゃってもいいんじゃないかな、これ、もう一発もハブブ。しかし、しかし、2対1はどうもならないよ。まだ1対1だと終わってましたね。ね、社長ないもんね。手と田辺止めなきゃダメだよ。ライダーキック。あ、でも足が引きずってる。おー、ボディパンチ。張り手。これ振り回すような張り手。すごい。ライドだけですね、立ってるのね。いや、これ天と田辺止めなきゃダメだよ、これ。続けらんないこれ。大ちゃんボンバー。もうレフリーストップだよこれ。田辺止めろよこれ。立ち上がってるか。まあ、いや、まだまだまだ持ち上げましたよ。おいおいおい。あ、コブラツイスト。ツープラトンだよこれね。さあリング中央石川に見せつけるか。テイト止めなきゃダメだ。ストップ止めた。やっと止めた。これはもう止めなきゃ。イルミネーション池田組の勝利。ちょっと社長の目の前でコブラツイストっていうのはね、一騎打ちをやっぱ意識してますね。嫌な男ですね。早く話さないと。ちょっとカールグレコかわいそうなのこれな。いや、池田組の頭脳勝利って社長間違いないですね。ね、はい。またそのモハメドヨネがいいサポートにした。おい、しか池田がちょっと出ますね。いや、ということでですね、負けたばかりチームなんですが、実は今日石川社長にも佐々木選手来てるんですよ。ね、石川さんどうでしたよ。ねえ、もう早くね、戦いたくてうずうずしますわ。まあ、この日ですね、まあ、残念ながら負けちゃったんですけど、一発目に、あっ、ダーやられてますよ。なんかやってますね、あの男ね。どうですか、目の前であのグランマコブラツイスト決められたっていうのは。頭きますね。なんか一騎打ちに向けて抱負ありますか。